では後半最初のコーナーは防災一口メモです。このコーナーは隔週でお届けしていまして、身近なところから防災について考えていこうというコーナーです。今回もゲストの方をお迎えしています。スタジオにお越しいただくのは今回で2回目になりますね。株式会社太陽光部屋総務部の中井かなえさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。前回ご出演いただいたのが昨年の9月ですね、はい。それからになりますけれども、太陽光部屋さんというと前回出演していただいた時にですね、もうとにかくこう本当に防災について正面から取り組んでいるなっていうのを感じたわけなんですけれども、はい、それにはまず会社の立地場所っていうのがあるんですよね。はい、もう川沿いにありますんで、はい、そのあたりからやはり地震とか、はい、台風とかですね、はい、そういった災害に対するやっぱ備えっていうのは非常に大事かなと思ってまして、はい、昨年から特に力を入れて取り組んでます。はい、その時にゼロ歳リーダーというお話があったんですけど、はい、今日ちょっとまたね、今初めて耳にした方もいるかもしれないので、はい、どんなものか教えていただいてもいいですか。はい、ゼロ歳リーダーっていうのはですね、はい、各職場で、代表して安全活動に積極的に取り組んでいただくメンバーを募った方々なんですね。はい、うん、はい、で、会社ではそれぞれ皆さんの企業でも安全衛生委員会っていうのは開かれてると思うんですけども、はい、そういった委員会のメンバーとリンクして、会社全体でやはり安全衛生活動を行っていく上ではやっぱり職場に直結した、うん、ラインの人間、それから社員の力がやっぱ必要になってきますので、毎年そういったリーダーを選任して、研修など活動も含めて取り組んでおります。はい、年間を通してさまざまな活動を行っているわけですけれども、今年に入っては3月にちょっと地震があったじゃないですか。はい、その時やっぱりこう備えるというか、ちょっとそうですね、いつも以上にですね、やはりかなり揺れたっていうのもあるんですけども、社員の方何人もですね、はい、怖かったっていう意見がありましたので、はい、そういうことに限らずでですね、はい、すぐ会社としても、備えに大事な情報とか、はい、備蓄品はこういうものが大事ですよっていうものを情報発信するものを、掲示板で掲示したり配布したりいうのもしましたね。はい、いつ起きるかわからないと言われていて、確率もなんかね、だんだん上がってきているようなので、はい、本当に私たちもこう人事ではないなっていうことで考えていかなくちゃいけないんですけれども、そういった意味では本当にいろいろ取り組みをされてますよね。そうなんですかね。で、その中でですね、最近よく聞くのが1日前プロジェクトということで、はい、もし災害の1日前に戻れるとしたらあなたはどうしていましたかっていう、そういった意見をいろいろいただいて私たちが考えていくことなんですけれども、そういったことで太陽光部屋さんの方でも取り組みをされたんですよね。はい、昨年ラジオ出演させていただいた時に、はい、次回こういう内容を作成していきたいなという中にもあったんですけども、はい、内閣府の方でされている1日前プロジェクトというので、会社としての、体験、それから家庭においての体験をもとにですね、はい、防災体制をどういうふうに1日前に戻れるとしたらどんなことを準備してたり、はい、どんなことをやっていればよかったのかなというのを考える場をちょっと作りました。はい、実際に防災ということで体験もされたそうですが、はい、香川県の防災センターっていうのがありまして、はい、そちらの方にゼロ歳リーダー全員で参りまして、暴風体験であるとか、はい、地震の度合いに対する体験であるとか、はい、そういったものをしました。はい、結構この防災センターっていろんな体験ができるんですね。そうですね、日頃消火訓練とかで、はい、消防訓練とかで消火とかの訓練はされてるんだと思うんですけども、もちろん防災センターの方でも消火訓練はできるんですけども、煙ですね、はい、火災の時の煙に巻き込まれた場合の逃げ方であるとか、そういったものはなかなか普段企業の方では経験できないと思いますので、はい、そういったものを経験したりとか、あと台風の時の暴風ですね、はい、そういったものとか、あと地震、こういったものも経験することによって、怖さを正しく学んで、はい、どういうものが必要なのかとか、どういうことをすればいいのか、とっさにできないといけませんので、今回体験をしてもらいました。
やっぱり頭で考えているのと実際にちょっとでも体験してみるとでは気づいたことって違ってきたりしましたか？違いますね。やっぱりあの、前も言ったかもしれないですけど、地震に対する、はい、あの怖さっていうのはやっぱり体験してみないと、はい、なかなか、まあ、当然わからないと思いますので、はい、もう震度5以上の、まあ、縦揺れとか横揺れを体験した時はもう全く身動きが取れないんですよね。で、まあ、そんな時に周りにある家具とか、あと電気化製品ですね、こういったものがあの飛んでくるとか、倒れてくるとかいうのがやっぱり普段はもうそんなことを想像もできないですし、まあ、香川県においては震度2とか3とかいうのぐらいなので、5以上って言ったらこんなにも変わるのかっていうのをみんなあの体験できたと思います。はい、なんかこうね、4までだったらまああこれで5だったらまだ大丈夫なのかなちょっと思ってしまうんですが、実際は大きく変わりますよね。全然違います ね。もうあのテーブルがあったんですけど、それも備え付けのテーブルだったんで、もうそれにしがみつくので必死でしたね。私も一度あの体験したことがあるんですが、こんなにも動けないものなのかと思ってしまいましたけれどもね。まあ、でもそういった体験をすることでまたじゃあこういうことに気をつけていこうとか、はい、気づくことも多かったわけですね。はい、そしてまたグループでもいろいろ話し合われたということで、はい、グループでまあ会社としての視点から、はい、防災対策ってどういうものが必要なのかとか、はい、まあ、家庭においてはどういったものが必要なのかっていうのを、まずはまあ一つ目に大切だと思ったこととか、はい、二つ目にはやっておけばよかったなと思ったこと、はい、そして三つ目にこんなものを用意しておけばよかったなと、はい、でそれをまとめて最終的には今後自分たちが実行したいなと改めて思ったこというのをまとめてもらう場を作りましたね。で今日はのスタジオの方にもお持ちいただいたんですけれども、はい、大きな鳥の子用紙に1日前プロジェクトということで、皆さんがそういったことを具体的に思ったことを付箋に書いて貼り付けているわけですよね。はい、これを会社のどちらの方に掲示してるんですか？こちらはですね、あの特に掲示は、はい、してなくてですね、はい、今あのハザードマップとかそういったものを作っていただいてますので、はい、まあ、そちらにはなるんですけども、はい、まあ、それぞれでまとめたものを、はい、まあ、より職場で反映していただいて、はい、話をしていただいたりとか、はい、まあ、家庭でも準備していただいたりとかいう、はい、まあ、一人でも社員の方が意識をしていただけるではないかなというので、はい、まあ、取り組んだものなので、まあ、あと職場でもまた新たにも取り組んでますので、はい、うん、まあ、そういった意識を高めていただくためにやったものなので、はい、ちょっと掲示はしてないんです、はい、でも本当にあのいろんな意見がやっぱり出てきます ね。 そうですね、うん、皆さんやっぱり視点が違いますので、いろんな人の意見を聞くっていうのは大事ですよね。はいはい、なるほど。でまたあの今後なんですけれども、こういったことをしておきたいなとか、いろいろ意見とかってありますか？そうですね、もう実際にあの、今月取り組んでるんですけども、はい、このゼロ歳リーダーの研修だけにとどまらず、はい、まあ、全社員がやっぱり防災意識を高めていただくために、はい、コストをかけずにですね、はい、できる防災対策というものは十分あると思うんですね。はい、例えば、社員通路っていうのは、はい、普段あの通路で皆さんが行き来して使ってるんですけども、うん、災害が起こった時には避難経路に変わるんですよね。はい、まあ、そういったところに物が置かれていたりとか、うん、いうふうにするとつまずいたり怪我のもとになりますから、うん、まあ、整理整頓したり、はい、清掃したりするいうのも全然コストがかからずにできる防災対策になってくると思いますので、で私たちのできるあの私たちの職場の防災対策っていうので、はいはい、今職場でも取り組んでいただいてます。なるほど、はい、でも本当にそういったね、避難経路を確保するために整理整頓をするっていうのは会社でもそうですが、家庭でももちろん言えることで、そうですね、はい、ね、あの会社でやって、そしてお家でも実践しようということになりますよね。はい、なるほど。じゃあもうぜひそういったことでコストをかけない防災対策ってなかなか皆さんね、あのたくさんあるけど思いつかないかもしれませんので、はい、ぜひ皆さんもね、考えてみてお家の中で実践してみるのもいいかもしれないですね。はい、そしてあのこれからは何かちょっと面白い取り組みといいますか。そうですね、あの少し防災絡んでるんで、はい、あの紹介させていただきたいんですけども、はい、来月からですね、はい、社員の、 あの健康体操を導入しまして、うん、はい、まあ、あの運動指導士の先生を招いて取り組むんですけども、うん、やはり体力とかいうのはやっぱり災害時でも、まあ、避難する上で必要になってきますので、うん、まあ、
根本的には社員の健康管理の増進のために企画をしたんですけども、はい、こういった災害の時にもすぐに逃げ出せるような体力作り、うん、こういったことも必要になってくるので、はい、5月から健康体操も導入しまして、はい、社員で楽しく健康になっていくという仕組みを今計画してまして、5月10日から始める予定にしています。これはなかなか面白い取り組みですね、はい、楽しく健康でしかも防災にもということで、はい、いいこと尽くしですね。はい、分かりました。ということで本当に、ね、たくさんこちら取り組みされているのまだ今日紹介していただいたのはほんの一部だと思いますけれども、またこれからも、ね、企業としての取り組みということでぜひまた番組でもいろいろ教えてください、はい、ぜひよろしくお願いします。ということで今回は株式会社太陽神戸屋総務部の中井かなえさんにお越しいただいていろいろとお話を伺いしました。今日はどうもありがとうございました。